皆さんこんにちは。あなたは好きな子に好きってことがバレるのはメリットだと思いますか、デメリットだと思いますか。好きってバレたことによって急接近できることもあるし、バレてしまったことによってギクシャクすることもありますよね。リスクがあるのならできればバレたくないと思う男性はきっと多いと思います。でもずっと相手の気持ちがわからないままの片思いなんて続けるのは息苦しいだけですから、できればバレずに気持ちを探りたいですよね。今回の動画ではバレないように女性の気持ちを確かめる秘策を紹介していきます。直接アプローチしなくても見極められる部分や間接的に見極める方法などが出てきますので、ぜひ参考にしてお試しください。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、女性の方から連絡をくれる。 LINE でやり取りができていたとしても、いつもあなたから送っているばかりでは脈ありとは言えません。また長続きしているとしても、一問一答が続いているだけならそれも期待できる状況とは言えません。どうすればあなたに気があることを確認できるのか、その答えは女性の方から率先して連絡が来るかどうかなんですね。来る連絡にとりあえず対応する程度の女性なら好きなんて全然確定できません。自分から我慢できなくてあなたに連絡してくる人こそ本当に脈ありの人です。しかもその内容がどうでもいいこととか明日会って言えばいいことであればなおさらです。暇だよって送ってくる女性なんて本当にあなたのことが常に頭にあるんでしょうね。仕事に集中している時以外ずっとあなたのことが頭にあって、離れている間もあなたに関わっていたいから連絡してくるんです。2、説明が多く気を使う言い方が多い。好きな人に変な誤解をされたら嫌だって思うことはありませんか。ついつい LINE でも長い文章になったり、会話する時も説明が多くなっちゃう。つまりあなたに対して長い説明をしてくる女性はあなたに気がある可能性が高いと言えるんですね。これは自分の話やあなたについての話をするときに限った特徴です。仕事の説明で長くなるなら単に説明が苦手な人かもしれません。個人的な会話をするときに慎重さが増すっていうのが好きな証です。無理しなくていいんだけどとか、もしよければと言いながら誘ってくるのも事故らないようにしているだけなんですね。好きだからこそ慎重になる、好きだからこそ一生懸命に喋るんですね。3、休みの日についての会話がある。好きな人に会社で会うだけでは物足りなくなった女性は、休みの日にプライベートで一緒に過ごしたいって思うものなんです。だからあなたに休みの日を聞いてきたり、女性自身の休みの日程をほのめかしてくるかをぜひ確認してみましょう。ちなみに〇〇にできた新しい水族館に行ったことありますか、というようにあなたに質問しながら、今度お休みの日に行ってみようなんて独り言のようにわざとあなたに聞こえるように言うのは女性の作戦です。これであなたが女性の休みに関心を持ってくれるか、行ったのなどと後日聞いてくるかどうかを女性は試しています。だからもしこういうやり取りがあったなら、あなたは率先して行けたとか、行った、いつ行くのなどと聞いてみましょう。あなたの方から興味を持って接していくことで、女性はどんどんあなたにチャンスをくれるようになります。ま、好きバレはするかもしれませんけどね。4、頻繁に共感してくる。好きな人同士だと共感が多いっていうのは一つの特徴です。もともと興味が似ているから気が合うって感じで好きになるっていう順番も多いですが、好きになったから自ら似せてしまうっていうのももちろんあるんですね。よくあるのは、男性が好きな歌謡曲にそれまで全く興味を持たなかった女性がまんまとハマっちゃうっていうようなパターン。順番はどうであれ、あなたに頻繁に共感してきたり、あなたの好きなものに興味を示して食いついてくるような女性は、結局はあなたに近づきたい気持ちが強いだけなんですよ。趣味以外に思考も同じことが言えます。同じ考えだよとか、同じこと思ってたよ、今私も言おうと思ったの、というような発言が多い女性はあなたともっと近づきたいと思っている女性です。5、物や体が近づいても抵抗なし。近づきたいというワードが出ましたが、まさにそれは脈ありの人のサインそのものなんですね。想像してもらいたいのですが、苦手な人が目の前にいた時、その人が近づいてきたら怖くて後ずさりしませんか。あと隣に座ってきたらちょっと持ち物を離すとか、体を背けるとかすると思います。これは抵抗がある何よりの特徴ですよね。もし女性があなたのことを好きなら、近づいても嫌がらないし、むしろ歓迎するはずなんです。向かい合ってお茶を飲むときに、あなたのことを警戒している女性なら、あなたからできるだけグラスを遠ざけます。
パーソナルスペースというものが人間にはありますが、警戒している人が目の前にいるなら、自分のものは自分のスペースに収めておきたいし、相手のスペースにも入れたくない。そして当然入ってきてほしくないんですね。グラスだったりおしぼりだったり、自分自身の手もそうです。テーブルの上に手を出して身を乗り出して話を聞いてくれる女性は間違いなくあなたに気がありますが、手をテーブルの下に隠してグラスも自分側に引き寄せておく人はまだまだ警戒しています。脈ありかどうかを確認するなら、アイテムや体の一部の接近具合を確認してください。6、褒め方。好きな人には実は褒め方の違いが現れます。例えば、あれ髪切ったんですね、すごくかっこいいと思いますと言ってくるのと、髪切ったんですね、モテそうですねというのでは、どちらが脈ありな褒め方かわかりますか？正解は前者。個人的な感想を言ってくれるのが本当に好きだと思っている言い方なんです。モテそうですねなんてよくよく考えてみると、随分適当な言い方だと思いませんか？結局、私は好きではないけど世間一般的にはいいのではないでしょうかと言っているようなものなんです。本当に好きなら、それすごくいい、私は好きって言ってくれるはずですよ。7、行動や言葉遣いが似てくる。ずっと一緒にいる好きなもの同士って何でも似てくるんですよね。あと、あくびが映ったりするんです。好きな人とずっと一緒にいると方言が似てしまったり、びっくりした時の反応の仕方が似てきたりします。自分たちでは気づけないかもしれないので、友達に聞いてみるといいでしょう。そういえば似てるよねなんて言われたら、あなたは実は片思いじゃなくて両思いかもしれませんね。ただもちろん、女性があなたに似てきているのではなく、あなたが勝手に女性に似ていっている場合もあるので要注意ですよ。あくびに関しては諸説ありますが、キーワードは共感です。あくびって脳をすっきりさせようとする生理現象ですが、共感できる間柄だと映りやすいと言われているんです。共感に関しては先ほどもお話ししましたが、上っ面な感覚ではなく、心から共感が生まれているからこそ生理現象までもが似てくるんですね。これはあなたのことを一緒にいて落ち着く近い存在だと心から女性が思っている何よりの証拠ですよね。8、好きなものについて語ってくれる。あなたに自分のことを熱心に語ってくれる女性はいるでしょうか？そんな人がいるなら、その子はかなり脈ありな女性です。自分のお気に入りのお店やお気に入りの場所、ハマっているものについて明かしてくれるのはあなたを信頼している証拠です。そしてあなたに知ってほしいと思っていて、共有したいって思っているんですね。それが好きっていう何よりの証です。ちなみに、なんとなく教えてくれるだけではなくて、詳しく教えてくれるっていうのが肝です。女性っておしゃべり好きだからこそ、好きな人に対しては聞かれなくても細かく教えるんです。よくしゃべるなって思う子がいるなら、ちょっと気にしてみてください。9、共通の友達に聞く。あれこれ考えても全然わからない、やっぱり好きバレしないと脈ありは探れないのかなと思った方は、最後の最後に共通の友達を通して確認してもらってはいかがでしょうか。女性はあなたに直接言わなくても、友達になら本音を話せるかもしれません。もちろん信頼できる友達じゃないとダメですよ。じゃないと好きバレ確定だし、むしろ余計な話をされてしまう可能性だってありますからね。本人から本音を聞けば、もうそれは確実な情報になります。悩むのに疲れたのなら、ぜひお試しください。以上、女性にバレずに自分に気があるか確かめる秘策についてご紹介しました。いかがでしたか？使えそうだなと思うものがありましたら、ぜひ好きな子でチェックしてみてください。秘策といっても 100% わかると保証できるものではありません。しかもあれこれ試しているうちに結局好きバレしちゃうってこともあります。その時はもう開き直ってぶつかってみてください。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。